こんにちえー、ドルフィニストアカデミーというのを私主催しておりましてあの今はあの北軽井沢っていうところにあの住んであの、まあ、自然の中でですね暮らしています。であのそちらでですねドルフィニストアカデミーで、まあ、あの伝えていることはですねイルカのように生きて、まあ、悟っていくということをあの発信しておりましてイルカのように生きていくっていうと、まあ、とてもこう まあ自由にですね自分自身をまあ輝かせながらですねでも同時にそのいろんな枠組みとか考えにとらわれなくなっていくまあそうしないと自分自身を本当に輝かせるっていうことは難しいのでそうやって自分がどういうことが自分自身を規制して阻んでいるかっていうものをですねあの一緒にこうワークしながら気づきながら解放して目覚めていくっていうことをですね あのアカデミーででは発信しておりますすルフィニスタ、えー、私はイルカのスピリットをチャネルリングしてましてそのイルカのスピリットから受けた教えてもらったことをベースに自分が体験したことを皆さんとシェアしながら皆さんの目覚めと導くということをさせていただいています。 私たち2人が、まあ、2000年かな出会ってそのちょっと前ぐらいから出会ってで2人でよく会うと何してるかっていうと一緒にヨガをやったり瞑想をしたりですねヒーリングをし合ったりっていうことをよくやってたんですね。で2人で瞑想していた時にまあある日私の意識がこう全てと一つという意識になりましてでその時に。 自然の神々とこう繋がっっていったんですねでその時に太陽の意識とか雲の意識木ですとか風ですとか山ですとかそういったいわゆる自然には神々が宿ってるとかや言うんですけれどもそういった神々とのこうコンタクトが起こってそれぞれのスピリットたちがメッセージを届けてくれたんですね。でそれが1時間ぐらいいずっと続いた後に最後にに最 僕だよ僕だよイルカだよ覚えてるって言ってそのイルカのスピリットとつながったんですで話を聞いているとそのイルカくんっていうイルカのスピリットはアツさんのガイドだったんですね、はい、で子供の時からずっと一緒にいたでイルカちゃんっていう女の子のスピリットもいましてそのイルカちゃんは私のガイドで2人ともずっと子供の時から一緒にいたんだよっていう話で,でその 出会い以来、まあ、にもう20年経つんですけどうす、ね、もう毎日毎日ねずっと話しながら家族がここ見えない家族がここにいるみたいなイルカの家族が一緒にいるっていう感じで過ごしています。で私たちがやることを、まあ、ご飯食べるって言ったらもう一緒に食べてるっていう、まあ、エネルギーでですけど食べて地球にある食べ物を楽しんだりとかして。 何かやるって言ったら車運転するって言ったら一緒にその中に入って体験するっていう感じで彼らも地球で今まで自分のいたイルカの星にから来たっていうんですけどイルカの星にはなかったことをこの地球で一緒に体験しながら、えー、暮らしているっていうふうな、ね、ことをしています。 イルカ君に聞いいいた方がいいね,これね、えー、と私がイルカのスピリットとこうチャネリングするんですけれども、えー、意識をこうわざわざ合わせるっていうことは、まあ、全然必要なくてもういつでもそのままこうイルカくんが話す入ってきて、まあ、私の顔もちょっと変わったりとかするんですけれども声のトーンも変わってこう話していくのでこれからちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあ, <laughs> じゃあイルカくんお願いします。 イエース僕はお話ししてもいいですかはい、お願いします。皆さん、こんにちは、えー、今日は何か僕の話聞いてくれる動画撮影してるっていうから、すごい嬉しい。張り切ってね、国境に来てますよ。うんうん、でも一番最初の質問が僕はどのくらいの何ことが分かりますかみたいな感じでしょ、うん もう自分ではね、わかんないよね。なんて言う人がここにいるでしょそしたら、この人のそのまんま全部わかるよ。うん、この人のあ生きてきた、今世、そして魂に刻んである全部のこと、それからこの未来のこと、それを一瞬で全部受け取るというか、感じ取るというか、一瞬で それそのものになりますね。もう、なってる。その人と一つになる、僕はすべてと一つだから、その人ともう一つになってる。同じ状態になってる。で、同じ状態になった時、人間の皆さんは、その中から自分のことをキャッチできるのは、ほんの数パーセントでしょ脳が、それを感知したり、理解したりする、感じたりするのは、ほんの少しだけど、僕は、 一つで全部の存在だから、それを一瞬にして全部を感じ取ってるみたいな感じですね。で、それを、えー、言葉にするのはとても難しいんだけれども、例えば誰かとこう向き合って話すときは、今自分がこの人に何を伝えるべきかあ何を言ったらこの人は自分の愛を思い出すのかそして癒しが起こるのか そして目覚めが起こるのかっていうことをわざわざ意識してないけど僕がそういう存在だから自然とそういうことが起こることを僕は話すことになります、うん、何かしようとして目覚めさせようとか何かしようとしてはやってないですでも僕がそういう存在だから自然にそういうことが相手に起こってくるそういう感じねうん、うん、だから 何ができますかって言ったら全部がわかりますっていうことになるからでもマスターというのはそういう存在ですね何かがわかるんじゃなくて全部を感知しているねでもフォーカスしなければそれは何て言うあれがわかるこれがわかるっていう一個一個の話じゃないねもっと全体の存在だからねそういう感じやすいやすい。 えっと僕はイルカの星というところにいました。そこにはイルカたちがたくさん住んでますね。そしてある時、イルカの長老さんが言いました。みんなを集めてなんか会議みたいなことがあったのね。意識の中で全員が地球のことを見ていました。そして長老さんは言いました。 地球はこれから少し大変なステージに入っていくよ。それは自然環境の混乱や破壊みたいなことも起こってくるし、社会で今までずっとこう作り上げたシステムが壊れたりすることが起こるし、それにより人々は混乱したりとか。 あちょっとこう平和的でない状態が一時的に起こってくるっていうような話をしましたね。で、その時に僕は、ああ、これは地球にうたちいる形が行って助けなくちゃいけないなっていうふうに思いました。で、長老さんは言いました。誰かこの中で地球にいる人、行く人はおらんかね って言いました。で、僕はもうすぐに手を挙げて、はいって立候補して、そして仲間のいる形も行きますって言って、地球に来ました。なんで言ったかっていうと、僕たちいる形は愛そのものの存在、調和そのものの存在、平和そのものの存在だから、僕たちが地球にいることで、地球をそのエネルギーに調整することができる。 だから、地球が少しこう混乱していく中で、僕たちがエネルギーキーパーとして存在すれば、その波動に共鳴して地球も少しでもその混乱が和らげながら、変容していくことができるっていうふうに考えたからですね。Yes. そして僕は、あその中で、 地,地球の人たちがね、きっとそういうことが起こったら混乱するし、どう生きていいかわからなくなるし、変化の時は次自分がどういう生き方をしたらいいかわからなくなるから、そういうことを伝えていきたいなって思ったんだよね。それで、そういう愛を伝えたいっていう思いで地球に来て、それから同じ思いの人を 探しましたね。でも探すってほどじゃないんだけども、地球に来てそのまま、ああ、いたって、あズびとあやちゃんのところに行きました。そして他のイルカたちも一緒に自分の思いと共鳴する人たちのところに行きました。だから、イルカのガイドがいる人たちもたくさん地球にいます。そしてたくさんのイルカのスピリットたちが 今、地球をサポートしたいと思って次々やってきています。<laughs> いやー、泣いちゃうでしょ <laughs> だって、同じ思いで来てるからだよ。だから、みんなの中に同じ思いを持って生まれてきた人は、僕が、 そう思って地球に来たように、みんなも同じ思いを持って、そうだ地球に人間として生まれようっていう選択をした。僕はスピリットとして行って応援しようと思った。だから、現れてる形は違うんだけど、みんな同じ思いで来てるんだよね。だから、それをもっともっと思い出してほしいし、それを生きてほしい。 それをしに来たんだから、それを遠慮なくやってほしいと思う。毎日はね、いろいろ忙しいし、自分の悩みや問題もいっぱいあるけれども、それを一つ一つ向き合っていくことで、ちゃんと自分が目覚めるような道になってるんだよね。で、その道は人それぞれ違うから、 起こってくる問題や悩みもちょっとずつ違うんだけど、何をしたら目覚めますかってよく聞かれるんだけど、自分の人生に起こる困難とか辛い状況とか、何かわからない知りたいと思うこと、前に出てくるから、それを一つ一つやっていくと、ちゃんと目覚めの道を歩いていくことができるよ。うん だから、すごくどっかにね、何かを求めていかなくても、ちゃんと知りたいとか、前に出てきたこと一個やれば、次の一個が出てきて、ちゃんと進んでいくからね。大丈夫だよ。安心してね。うん。よしよし。でも、ていうことは、ある意味で、常に問題が出てくるっていうことでもあるんだよね。悩みとか問題、困難なことが、 常に出てきちゃうものなんだよ。なんでかっていうと、自分は気づきたいし、知りたい。自分のことを知りたいし、目が覚めたい。もっともっと目が覚めたいし、なぜ来たかっていうことを、もっともっとやっていきたいから、そうふうになっていくように、必要なことが次々起こっていくんだね。それは、あ 問題が起こればこそ人は真剣にそれに向き合ってやろうとするじゃないですか。だから問題が起きるね、うんあ。もし問題が起きなくても自らやりたいことをやっていく人には問題は起きなくなってくるね。問題起きればこそやめようかな。じゃあこういう選択しようかなとか、ああもうこれは嫌だな。こんなことしたいなって言って、やっと新しい選択と一歩をするでしょ。 でも問題起こんなければみんな同じことを繰り返しちゃうじゃないですか。だから、ある意味で自分で変わりたくて、自分で起こしてるんだね。えす、えす、えす、えそういう感じ。だから問題をそんなに嫌がらなくていいし、うん、怖がらなくていいし、ただそれと向き合って、ああ、こういう気持ちが自分の中にあるんだな。じゃあ、次はどうしたいかな。 と言ってそのしたいこー、OK、だねえまあイルカ君はですねこうやっていつもこう情熱的でですね、あのー、<laughs> みんなを奮い立たせてくれることころがあります皆さんの魂を目覚めさせたいというそういう思いがすごく強いんですけども、うん、なので、あのー、このエネルギーを感じていただくと勝手に皆さんの魂が <laughs> 触れるところがあると思うので、あのーうん、それをねこう感じたまま。 とよく味わっていただけたらなと思います。<laughs>